最終日は全員参加のサバイバルゲーム、その名も大魔刀演武。バトルフィールドとなるのはなんとクロッカスの街全域。各ギルドのメンバーはすでに分散して待機してるかも。街を駆け回り、敵ギルドのメンバーと出会ってしまったら戦闘開始になるかも。相手を倒せば1ポイント、それがリーダーなら5ポイント。どのチームもまだ逆転可能です。いいか、私たちは優勝するしかないんだ。ルーシーを取り戻すために。ナツさんたちが無事救出してくれれば。それに越したことはねえんだ。だとしても、優勝にはもう一つの目的もある。7年間苦い思いをしたギルドの奴らのためにもな。行くぞ。おい、栄光なる魔の頂は誰の手に。大魔導演部開始です。動き出したかも。あちこちで衝突し、激しい戦いが繰り広げられています。しかしフェアリティールはまだ動いていません。何の真似じゃ。ルーシーを助けるために勝たなきゃならんのだぞ。だからこそ冷静にならねばなりません。私は今までの4日間で敵の戦闘力、魔法、心理、行動パターン、全てを頭に入れました。それを計算し、何億通りもの戦術をシミュレーションしました。敵の動き、予測と結果位置情報、ここまで全て私の計算通りです。作戦はすでに伝えてあります。仲間を必ず勝利へと導く、それが私の戦です。妖精の星作戦発動。了解。各自3回次の目的地まで進んでください。おお、初代の言う通りことが進んでおる。出会う者を次々に撃破、相手の動きを全て読んどるのか。はい、これで。よし。なんと、慈悲。よし。エルサさん、できれば他の形で出会いたかったが、やむを得まい。も向こうにもう一人いるだと。ギヒ、初代の言った通り獲物が引っかかりやがったぜ。
すまないな、イチア。ここで狩らせてもらう。そうか。私は待ち伏せされていたわけか。エルザさんがそこまで私を追い求めていたとは。違う。会いたかったよ、マイハニー。あ、エルザ、あんなのが趣味だったのか。違う。全力で否定する。力のバルサム。クンクン。おい、あいつ本当に強いのか。油断するな。決戦。あり、すごい魔導士なのだ。鉄竜の矛。エルザさんと戦うのは心苦しい。これもブルーペガサスのため。微笑み。スマッシュ。エルザさん、相変わらず素敵なパルファムだ。カスマグナーエンタブルソード。鉄竜槽鬼神。力のパルファム。それクンクン。まだ強化しようというのか。行くぞ。カスマグナー。鉄竜の行くぞ。カット行くぞ。エンタブルソード。鉄竜のカット。ミニティーソード。鉄竜のこれは終わりだ。王国の挑戦。鉄竜のゼロ距離吸引。力のパルファム、マックスメーン。フォトンスライド。もう一度思い出させてやる、俺の恐怖を。鉄竜の暴行。まだまだ行くぞ。クンクン。俺クンクン。これ以上は手に負えなくなる。おいおい、嘘だろ。まだ強くなるからだ。ゴーゴー紅桜。鬼神。力のパルファム。ひらめき無限大。上等紅桜。鉄竜大物。無念。行け、エルザさん。私の屍を越えて。楽に一匹片付いたな。初代の読み通りにことが動いた。さすがは妖精軍師メイビス。よし、次のポイントへ向かおう。おう、またな。
さてと。一気に片付けるぞ。二人で一気に片付けんぞ。二人一緒にどこまでも愛してる、ジュビア。新婚旅行はどこになさいます、ダーリン？お前の頭の中はどうなってる？いかん、早くジュビアの目を覚まさねば。グレイ、勝った方がジュビアをもらい受けるという約束覚えて。そんなもん知るかよ。だが俺たちは負けるわけにはいかねえ。行くぞジュビア。はい、グレイ様。アイスナイフエルフ。あっ、おのれ。行くぞ。アイスナイフ。行きます。行くぞ。アイスメイク、行きます。アイスブリンガー、行くぞ。アイスメイク、終わりだ。アイスメイク、アイスブリンガー。ジュビア、俺ではなくグレーを選ぶというのか。シェリー、よし、それ回復されちゃいました。このままじゃ。だがチームワークはなってね。つけ入る隙はある。はい、グレー様。アイスメイク、リーグ。
ジュビア、俺たちならもっと力を合わせられる。グレー様、全魔力をぶつける。はい、行くぞ。シェリア、回復だ。いつまで手握ってんだよ。一生です。来いよ。ほら、次の場所を行くぞ。はい、もレクターを。それでよい。父上の恐怖統制は今ここで終わりを告げよう。父上の力をも超えるスティングこそ新たなるマスター候補にふさわしい。黙るがよい。負け犬などいらんのだろう。持論に従うなれば。そなたの中、夏というものにあるもの、それこそが思いの力だ。思いの力。知らず知らずのうちに父上に感化されていたようだが、仲間などいらぬ。力こそが全てだが、そなたの本質は違う。レクターを思う気持ちが力となる。そなたはその力を手に入れたのだ。そなたは夏をも超える。お嬢、俺はもう。案ずるな、レクターは生きておる。わらわの魔法で別の場所へと飛ばした。本当か、お嬢。ありがとう、ありがとう、お嬢。早くレクターを元に戻して。本当にありがとう。甘えるな。大魔党演武にて優勝をするまではレクターは渡さん。何言ってんだよ、お嬢。頼むよ、今すぐレクターを返して。わらわは父上とは違う。しかしセーバートゥースのあるべき姿が天下一のギルドであることに変わりはない。そなたは手に入れた力を証明せねばならん。勝つことで民に力を誇示せねばならん。愚かな考えは起こすでないぞ。レクターの命はわらわが握っていると知れ。俺は必ず優勝する。俺のシナリオは考えうる最高の優勝へ向かっている。見ててくれ、レクター。
セイバートゥースのスティング、ラクリマビジョンのカメラで捉えられません。今どこにいるのでしょうか。よく頑張りましたね。作戦がめちゃくちゃじゃねえか。どこで狂っちまったんだ。え、私の計算が、どこで。泣いてなんかないです。なぜ泣いてなんか。誰か全力で初代をあやせ。しつけえなお前も。俺はサラマンダーほど優しくねえから覚悟しろよ。ギルド、ファントムロードに憧れるただのガキだった。俺はファントムロードのガジラに憧れていたんだ。だがフェアリーテールとの交渉に敗れ、ギルドは解散。こともあろうかお前は憎きフェアリーテールに入った。信じられなかった。よりによってファントムロードを潰したギルドに入るとは。そこには意味があるはず。お前がフェアリーテールにいる意味、それが分かってきた。仲間だろ。お前たちが強い理由も今なら分かる。俺たちじゃ勝てないわけだ。果て、お前は何も分かっちゃいねえ。ギヒ、カエルは仲間だろ。カエル、クロム様、フロッシュは猫だ。そうだ、フロッシュは俺の仲間だ。かなわない。ロール、誰だ、どこにいる。ロール、ガジンを殺す。それがお前の運命だ。おい、どこにいるんだ、どこに。バカ、俺はお前の影だ。力を貸している。ガジンを殺せ。おい、どうしたんだ急に。ガジンを殺せ。それが俺の運命だ。
少しだけ力を貸してやるぞ、ローグ。誰だ？影。運命を司る影。知らねえが、とことんやり合いてえってことか。面白い。何？シャドウドライブ。ボーマ、鉄人剣。ドラグニルの竜の粘着戦。その夏ドラグニル、今の俺の敵ではない。血流の猛攻。兵竜のシャドウプレス。眠れ、暗闇の中で。血流の猛攻。シャドウドライブ。行くぜ血流の行くぜ行くぜ血流の行くぜ行くぜ血流の猛攻。粘着戦。ボーマ、鉄人剣。兵竜のシャドウプレス。眠れ、暗闇の中。鉄竜の猛攻。シャドウドライブ。血流の猛攻。兵竜の粘着戦。行くぜ行くぜ血流に行くぜ猛攻。行くぜ血流に行くぜ猛攻。血流に行くぜ血流のぶっ壊れ。血流層鬼神。兵竜のシャドウプレス。眠れ、血流の猛攻。シャドウドライブ。血流の猛攻。血流の猛攻。うわっ。これがあのガジルか。たわいもない。影がお前を侵食する。そして永久に消えるんだ。ねえ、暗闇の中で。ゲッ。サラマンダーにできて俺にできねえはずがねえ。何を。バカだ。誰だか知らねえが、そいつの体から出ていけ。道具から。それとそいつの名前はローグじゃねえ。俺の弟分だったライオスだ。お前は俺に憧れてたんじゃねえ。
あの頃の俺がそんな男じゃなかったのは俺が一番よく知っている。 お前は俺を恐れていたんだ。もう一度思い出させてやる、俺の恐怖を。これは鉄エリュー。防ぎきれねえなら影を食ってやろうじゃねえか。俺の知らないガジラ。行くぜ、行くぜ。ヘッドリュウの行くぜ、ヘッドリュウ行くぜ、ヘッドリュウの行くぜ、ヘッドリュウ行くぜ、ヘッドリュウの壊れろ。鉄竜槽鬼神。さっきまでの威勢はどこ行ったんだお前。エリューの斬撃キック。鉄エリューの応答。楽勝だな、ギヒ。今のローグにはこの程度が限界か。あ？消えた。もうやめて、ローグが死んじゃうよ。もうやめて。勝負はついた、何もしねえよ。フロッシュ。なぜここに。お前、あれ体中が。俺は負けたのか。覚えてねえのか、あの影何だったんだ。どこだ。初代はここで遭遇するって言ってる。お主はジュラ。おいおい聞いてねえぞ、聖天大魔道が相手とはよ。すみません、私の読みが外れたばかりに。お主とは一度拳を交えてみたかった。他のマカロフ殿の。おっと、その先は言うな。ここに立っているのはエレー称号を背負ったおっさんでも誰かの孫でもねえ、ただの2匹の男だ。良い目だ。ここはラクサスに任せましょう。彼を抑えられればだいぶ有利になるはずです。初代の作戦ではここに来ればセイバーの。カグリ、初代の読みが外れた。ガジルもいないが、やるしかない。噂通りの武人か、見せてもらおう。ティターニュ。誰が相手であろうと押し通る。抜かぬ太刀の刀。通したままでこれほどか。フォトンスライド。ザンの肩。カソン。やれ。太陽の剣。ザンの肩。
ドンスライド。フォトンスライド。抜かぬ太刀の形。私に届くか。フォトンスライド。抜かぬ太刀の形。混ぜてはくれないか。ミネルヴァ、我らがセイバートゥースも随分と信頼を落としてしまった。無論言うまでもなく、そなたらのギルドによってはエルザ、カグ、我がギルドこそが最強である証明を示すためには、そなたらごときはまとめて始末してみせようぞ。大した大口だ。ごたくはいい。来い、リッダーグルフ。ネ、デル、ミア、ダルス、エルカンティアース。ヤクマ18等身魔法。ヤグド、リコール。ミネルヴァの凄まじい一撃。なるほど、よもやここまでやるとは計算外だ。このままでは拉致が開かぬ。少し趣向を変えよう。先ほど捕らえた子猫だ。ミレガナ、見えるか、この娘の苦しむ姿が。この空間の中で常に魔力を奪い続けておる。安心するがよい。人質を出しに屈服させるつもりはない。趣向を変えると言ったであろう。そうだ、その表情が見たかった。ミリアーナを離せ。そなたに王者の戦いというものを見せてやろう。二度は言わぬ。命あるうちに私の仲間を解放しろ。奪ってみせよ。虎を食うのは二頭目になる。今度はうまい虎が食えるとよいな。入れ替わった。入れ替えられた。二人で決着をつけよう。勝者の相手をわらわがしてやる。乱入してきた割には随分情けない王者だな。自分の戦略通りに駒を動かすのが王者だ。光栄に思え。2対1ではさすがにかなわぬ。そこの見積もりは誤ったことは認めよう。王者は勝たねばならぬ。どんな状況にあってもな。ミリアーヌを返せ。貴様が仲間のふりをするな。積もる話もあるようだしな。邪魔をした。条件は飲む。ミリアーヌを解放しろ。まんまと出し抜かれたな。黙れ。貴様も虎女も私が斬る。本気で行くぞ。望むところ。フグ大天将の方。ドンスライド。守るぞ女。
フォトンスライド。バッタン、フグ回転。ジェラールを殺す何があったというのだ。その男のことはそなたもよく知っているはずだ。ジェラールに殺されたシモンは私の兄だ。シモン、妹。私たちは貧しかったが幸せだった。しかしその幸せは17年前の子供狩りで終わりを告げた。逃げ延びた私は何年も兄を探した。そしてミリアーナに出会い、兄の壮絶な苦しみとその死を知った。何年も奴隷として働かされ、ジェラールに殺された。目の前が真っ黒になった。そして私は新たに誓ったの。兄の仇であるジェラールを殺すとき、この刀を抜こうと。ミリアーナはそこにはいなかった。あの場にいたのは私とジェラールとナツとシモン。確かにシモンが死んだのはジェラールのせいかもしれん。だが殺したのはジェラールじゃない、私だ。そこまでしてジェラールをかばうつもりか。いや、真実だ。私の弱さはシモンを殺したのだ。わけにはいかない。この命を諦めること、旅立っていった者たちへの冒涜。貴様もジェラールもまとめて殺す。絶対に殺してやる。それがお前の活力ならそれもよ。その思いを踏みにじるつもりはないが、するつもりもない。
私はお前を知っている。いや、思い出したというべきか。名前は知らなかった。シモンの妹くらいの記憶しかなかった。まさか。そうだ、私もローズマリー村出身だ。シモンやお前と同じ。あの時の私の代わりに捕まった。シモンからはお前の話をよく聞いた。私もずっと気がかりだった。お前の無事を願っていた。今もな。心の整理はまだつかない。しかしこの勝負は私の。勝者はエルザ。しかし得点はわらわのもの。言ったであろう、王者の戦いを見せてやると。王者はうまいものしか食わぬ。人魚の頭、羽をもがれた妖精とかな。貴様、次はそなただ、エルザ。しかしその怪我では勝負は見えておる。子猫か。すでに戦闘不能だ。得点をわらわに。待つのも退屈だったのでな。痛めつけて遊んでおったのだ。良い悲鳴であった。貴様、ターニアの公開処刑としよう。ミネルヴァ、貴様、お前たちは一番怒らせてはいけないギルドを敵に回した。怒りは美容に悪いぞ。フォトンスライト、変鱗ブルーメンブラスト。行くぞ、天輪の鎧、アークレスオーダー。
ソン、ユニティーソード。この力、なんだというのだ。たあいもない。これで終わりだ。お前は私の大切なものを傷つけすぎた。やめろ。アラワは、アラワは。カソン、赤髪の鎧。報いを受けよ、赤髪聖祭。エルザ勝利。セイバートゥースのリーダーを撃破しました。別流奥義ナルミカズチ、ラプサス勝利。聖剣の魔導士を撃破。逆転逆転逆転。セイバートゥースはスティングただ一人、対してフェアリーテイルは五人全員健在かも。ここまで俺の願った通りのシナリオになるとは。これはもう運命なんだろうな。もしやフェアリーテイル全員を倒せば逆転。この展開を狙っていたのかも。俺はここにいる。来いよフェアリーテイル。7年前に憧れた魔導士ばかりだ。ボタクはいい。これが最後の戦いだ。サシでやってやる。誰がいい？まとめてでいいさ。その怪我じゃサシはつまらねえ。あまりフェアリーテールをなめないことです。とんでもない。あんたらには敬意を払っているよ。だからこそまとめて潰す。この時を待っていた。ネクターに見せてやるんだ、俺の強さを。何のことだか知らねえが、本気か。よかろう。そこまでの覚悟があるならば相手になるぞ、スティン。そう来なくちゃ。見せてやるぜ、覚醒した俺の力。ああ。全員もうボロボロじゃねえかよ。押せば倒れるくらいにボロボロで。ここまで来たんだろう。こいつらをまとめて倒せばレクターに会えるんだ。そう、レクターに。進め、俺は強くなった。レクターへの思いが俺を強く、強く、強く、勝てる。
フェアリーテイル。スティング、なぜ向かってこなかった？会えない気がした。勝てば会えると思ってたのに、なぜか会えない気がしたんだ。自分でもわからない。あんたたちが眩しすぎて、今の俺じゃ会えないって。会えるさ。ネクタ！スティングか！スティングか！ネクタ！ああ！聞いてください、この大歓声を。最強ギルドフェアリーテイル完全復活かも。私の計算通りですね。途中からめちゃくちゃだったじゃねえか。フェアリーテイルすごい。ああ、負けたのにこんなに気分が晴れたのは初めてだ。フロッシュ、俺は仲間を大切にする男になりたい。苦労もさま。終わったな。とりあえず大会は。信号弾を見た者は？いや、見てねえな。あのさ、新規くせえ顔すんじゃねえよ。ちょっとガジル君。いや、なんでナツさん出場してなかったの？何かあったんですか、ナツ君に？無事なのか、ナツ。無事。